そう、それでね、ひなちゃん、岡本ひなちゃんからもタンプレくれて、かわいい。もうね、いつも去年もなんかなんだっけ、去年もねめっちゃかわいいコスメだくれて、でなんかたまみの誕生日って多分当日に、あ、そういえばって思う人がほとんどなんですけど ひなちゃんはその前日にね、お仕事で会った時に渡してくれて、覚えてくれるんだって嬉しかったし、いつもねセンスが良すぎるのプレゼントです、たまみさんに似合いそうなのですって言ってくれて、いい子ってなった。でも今日もつけてるのチーク、かわいいの。